今日は1月2日にアマゾンさんで新年の初売りセールで購入したエコーオートを紹介していきます。すぐ届いたんですけど開ける暇がなかったです。実際の定価ですけど、普段は価格4980円なんですけど、初売りセールの時は3480円の価格でした。1500円安く購入できました。段ボールを開封してきます。安かったので2個購入しました。外観です。これから開封してきます。中身ですね。取説関係です。お、シガーソケットに差し込む USB の電源のものが入ってます。電源コードですね。昔の車でも使えるように AUX のコードですね。本体です。小さいですね。メジャーを持ってきました。寸法見てみます。横が85ミリぐらいですね。 8.5 センチですね。こちらの方向、4.6 センチぐらいかな。幅というか高さというか1センチぐらいですね。1センチ強。車に取り付ける金具というか、まあプラスチック製ですね。ここの部分がマグネットになってるようです。でこちらでエアコンの通風口に挿すんですけど、私はこれは使いたくはないのでやめます。この手通風口に入れるんですけど、最終的に通風口壊しちゃったりするんで、車を壊しちゃうんでこれは使わないで、取り付けるときは何らかの手を考えています。とりあえず2月2日で返却不能になってしまうので、2
不良品じゃないかどうかを確認するために部屋でやろうと考えています。そのためにダイソーさんの USB のミニスピーカー300円、これとつなげてやっていこうと考えています。部屋で試験するのでダイソーさんとかレモンさんの100円ショップで売っている550円の2口コンセントと USB のポートが2つ電源がある、これを使います。これからつなげていきます。まずスピーカーですね。これをこの AUX に挿すと、スピーカーの USB を挿します。まだこのコンセントは通電されてません。これで、ハード的なつなぎは終わりました。この撮影をしているのが iPhone なので、これで設定しなきゃならないので iPhone 側の設定は見せれないんですけど、これから設定してみます。さっきの設定の前なんですけど、通電したら確認が取れるのでちょっとやってみます。こんにちは、では始めましょう。スマートフォンを安全に操作できるときにアレクサアプリで新しいデバイスを追加してください。オレンジのランプになりました。これから iPhone の方で設定を自分の方でやってみます。 iPhone 側の方の設定もうまくいったので、これから説明していきます。 iPhone の方ですけど、普通の設定の iPhone 側の設定の方で Bluetooth でこのオートが出てくると思うんですけど、それを接続してください。その後 Alexa アプリでデバイスの追加、その他のところだったかな、そこにデバイスを追加でオートアクセサリーというのがあったので、それを選んでその指示に従っていけば無事つながりました。つながった確認を今からやります。アレクサ、おはよう。おはようございます。今日は大相撲1月場所の千秋楽が東京の両国国技館で行われます。令和初の横綱が誕生するのかどうか楽しみですね、というように設定はうまくいきました。アレクサ、おはよう。おはようございます。今日は中華まんの日です。寒い日に中華まんを食べて温まってもらおうと、日本最低気温の日にちなんでできた日だそうです。好きな中華まんは何？と聞いてみてください。アレクサ、現在の音量は？
は音量4に設定されています。アレクサ、音量を上げて。アレクサ、現在の音量は？この端末は音量5に設定されています。アレクサ、今日の東京の天気は？東京は現在一部で晴れており、気温は摂氏7度です。今日の予報は晴れで、予想最高気温は12度、予想最低気温は3度です。運転しながら手を使わずハンズフリーと言ってますけど、そういう意味では安全運転で運転できるのでいいと思います。 Amazon のプライムミュージックもかけれるのでいいと思います。ただ携帯がどんどん充電が減ってってしまうので、携帯に充電をつなげた方が、充電器ですね、つなげた方がいいと思います。この車だと AUX、 古い車なので AUX もついてないし、車自体に Bluetooth はついていないので、結局部屋と同じ状態でスピーカーを1個つなげて USB で電源供給して、それに今回のエコーオート、これを取り付けました。取り付けなんですけど、付属のアダプターというか、あれだとこのエアコンの通風口につけるやつなんですけど、これ壊れるんですよね。なので100均で買ってきたマジックテープを利用して着脱できるようにして、このように作りました。についていろいろ運転しながらメリットデメリットを考えてみました。この車は古いので時計のところが壊れちゃってるので、こういうのも使えます。アレクサ、今何時？午前10時18分です、というふうに使えます。今富士山が見えるところに運転しています。メリットも多いんですけど、デメリットを紹介します。まずこの商品、やっぱりアマゾンなのでアメリカ製なので、ランプは位置に合わせると右側から電線が出ます。線関係が、これが邪魔なので、左側から出てくれるタイプもあってくる方がいいのか、この状態表示の LED を反対の面につけてくれると、取り付けに対してはいろいろいいメリットが出ると思います。あとメリットなんですけど、私の iPhone に入っている音楽を iPhone 付属の音楽で再生できて、それもメリットがあります。しかもそれを音量を上げたり下げたりも普
通にいつも使っているエコードットとかエコーショーみたいな、ああいうのと同じように使えて音量の調整もできるのはメリットでした。しばらくは富士山を見ててください。おととい雨が降り、今日は快晴だったので富士山が白くなりました。今年初めて白くなったんじゃないかな。ずっとあの富士山の頂上白くならなかったです。これでエコーオートのレビューを終わります。